ではないか、キュンとしたよ、全通天気のような可愛い系。それでも今日はビューティー系の話をしない天気になると川口です。さて、天気には1年に一度、全身の髪が生え変わる、カンフと呼ばれる時期があり、エメラペリーたちがその時期の終盤を迎えています。ざっくりと古い髪が浮き出てきて、新しい髪が下から生えてくる、といった仕組みになっています。ペンギンの羽は保温、断熱、防寒、防水機能が備わった羽ですが、この皮の時期、水に入ってしまうと、もこもこの古い羽の保温機能を司る根元の部分が水を含み、体が重くなったり、冷えてしまうため、野生下ではこの時期は餌を取りに行くことがないと言われており、皮の上にはエネルギーをたくさん蓄える必要があるため、いっぱい食べるんです。この時期の掃除や草に落ちた羽を拾ったり、排水口に詰まった羽を取ったりと、大変さはもう体感が2倍増しです。そんなペンギンと田んぼの苦労を乗り越えて、1年で一番美しい時期がやってきます。もちろんどこも美しいのですが、せっかくなので今日は足元に注目。特にこの刃先見てください。機械の当たり具合にもよるんですが、ダイヤモンドがその美しさをかすむほどのきらめき、ブリリアント。ということで今回はここまで。いつも皆さんありがとうございます。